皆さんこんにちは。 Do it yourself 自分で作ろうへようこそ。このビデオでは皆さんにとても可愛いダクトテープで作った小物入れの作り方をご紹介します。こちらは洗面所などに置くことができます。今は綿が入っていましたが、自分の部屋の机の上などに置いても便利な小物入れになります。それでは始めましょう。今回用意するものはダクトテープとハサミです。今回ダクトテープは2つの色を用意しました。1本は蝶々の柄のダクトテープ、もう1本は紫のダクトテープです。蝶々の柄のダクトテープが外側、そして紫が内側に来るようにします。まず蝶々の柄のダクトテープを約長さ30センチで4本このように切っておいてください。1本目が切り終わったら横の方に置いておきます。それでは2本目です。全部で4本長さ約30センチのダクトテープを切り分け終わりました。ダクトテープはすぐに丸まってしまうので、机などにくっつかないように気をつけてください。それでは1枚目のダクトテープの上に少しだけ重なるように2本目のダクトテープを貼ってください。もしかしたら一人じゃなくて友達など2人で一緒に作った方がやりやすいかもしれません。それでは3本目です。3本目を2枚目の上に少しだけ重なるように貼っていきます。このように横に並べて貼っていきます。4本横に並べてすべて貼り終わりました。ダクトテープは粘着力が強くてすぐに丸まってしまうので気をつけてください。今回は4本ちゃんと貼ることができました。左側にはハサミを置いて重しにして丸まらないようにしています。それでは紫のダクトテープを使います。こちらは3本必要となります。長さは約30センチです。長さ約30センチの紫のダクトテープを1本切り終わったら、まず先ほど軽く重ねたところの上にこのように貼ります。あと2本も同じように貼っていきます。2本目貼ったところで紫のダクトテープがすべてなくなってしまいました。ですので今回は1本目の蝶々の柄のダクトテープを3本目にして使います。貼り終わるとこのようになります。一番下は紫が足りなくなったので別のダクトテープを使っています。それぞれ両側は少しずつ長さが変わっています。約30センチでしたので長さが変わっています。そういう場合は物差しを置いてカッターを使って直線に切ってください。カッターを使うときは机などを傷つけないように気をつけてください。片側をまっすぐ切り終わりました。それでは反対側も同じようにまっすぐに切ります。もう一度長さを測ってみます。今長さが28センチになりました。最初は30センチと言いましたが、特に気にする必要はありません。少しだけ小さくなるだけです。それでは真ん中に左手の人差し指を置いて、下にカッターで少し切り込みを入れておいてください。向きを変えて同じように、だいたい同じところにまっすぐ切り込みを入れておきます。28センチでしたので、それぞれ14センチのところに切り込みを入れました。それでは次に、上と下の
右側をこのように内側に貼ります。その次に半分に折ってください。少し斜めになりましたが、だいたい気にする必要はありません。それでは次に両側の余っているダクトテープを内側に倒して貼ってください。これで小さな小物入れができました。外側は蝶々の柄になっています。まずこちらを平らにしておきます。そして下の角からだいたい3センチのところに線を引きます。上のところから約3センチのところにボールペンで目印を引いておきます。反対側も同じです。だいたい高さは2センチから 2.5 センチになります。今引いたところは長さ3センチです。それでは次にボールペンで目印をつけたところをこのようにハサミで切り込みを入れます。両側入れてください。そして下から上に向かってこちらの角を切り取ってください。これで下を平らに折ってください。今切った両側はダクトテープを使って閉じるようにします。少し長めにダクトテープを切っておきます。そして今切ったところの上にこのように貼っていきます。折り目をつけて上に向かってダクトテープを倒して貼ります。こちらの両側の余ったところはハサミで切り取ります。反対側も同じように貼ってください。ダクトテープを上に貼って両側の余ったところはハサミで切り取ります。これで小さな小物入れが完成です。小物入れの口の周りのところはダクトテープを上からさらに貼ってもいいですし、このようにギザギザのハサミを使って綺麗なデコレーションをつけてみても面白いです。こちらの小物入れにはいろいろなものを入れることができます。ただボールペンなど1本だけを入れてしまうと倒れてしまいます。重いものも少し入れにくいかと思います。ですので軽いものを入れてみてください。こちらを机の上に置いてペン立てとして使いたい場合は、いらなくなったコップなどを中に入れてこのようにペンを立ててください。綿など軽いものはこちらの中にそのまま入れることができます。ダクトテープは水を弾くので洗面所などに置くこともできます。いかがでしたでしょうか。こちらの小物入れのいろいろな使い方を新しいアイデアがお持ちの方がいらっしゃったら、ぜひ下のコメント欄にお書きください。またこちらはプレゼントの時などにも袋としてぴったりです。ぜひ皆さんの好きなダクトテープの柄でこちらの小物入れ、あるいはプレゼントの袋を作ってみてください。大きさもいろいろ変えることができます。いかがでしたでしょうか。今回のアイデアを気に入っていただけたら、ぜひいいねを押してください。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。他にもダクトテープを使ったいろいろなアイデアをご紹介しています。ぜひそちらもご覧ください。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。